皆さんこんにちは、こんばんは。アクア塩です。長野です。今日はホマロメナについてお話します。里芋科の植物で東南アジアにしかいません。結構人気の植物でお値段も高いのもあります。栽培は結構簡単な方だと思います。ブセファランドラぐらいと思っていいと思います。これは TBB のホマロメナなんですけど、ムアラワオというのは河口という意味で、カリマンタン島の植物ですね。これはマウントベサールというホマロメナの中でも結構有名なやつで、葉っぱが結構テカテカしてて、そういうのビロードというんですけど、もう何回も株分けしてまして4株目ぐらいです。マウントベサールに似た感じのがありまして、これはホマロメナタワウ TK ビンというタックンという方がやられているハンターの植物ですね。でこういうタグがついてると便利で、ハンターから直接買うとタグがついていることが多いです。これは LA 瓶のホマロメナです。葉っぱが結構面白い感じなのがわかると思うんですけど、毛が生えてます。スマトラ島のウタラ、つまり北スマトラ州という意味なんですけど、 LA 瓶のタグはこういう感じですね。そして次がボーダーブレイクで入手しましたアッチェスマトラのホマロメナ、通称謎の銀ホマです。タグがですね LA111803 となっていると思うんですけど、2018年11月の3回目のハントで取ったという意味になります。ここですね、新しい葉っぱが出てきています。先ほどから紹介している株はこの長谷さんがツイートしている株そのものなんですね。ボーダーブレイクの様子はスーパーアクアブラザーズの動画でご覧ください。アクア師匠と一緒に長谷さんにインタビューした様子が見られます。で今日は謎の銀ホマを植え替えします。植え替えというのは通常大きな鉢に変更することですね。鉢底ネットをまず適切な大きさに切って鉢の中に敷きます。これは3号鉢ですね。100円ショップとかでも売ってますし、大体100円ぐらいで買えます。鉢底ネットをそこに置いて、定番なんですけど鹿沼土をそこにまず入れます。その上に赤玉土を入れます。鹿沼土がちょっと隠れるぐらいですね。そしてこのプラカップから株を出しまして、結構根が伸びてますね。しかも結構赤かったですね。そして水苔をこの時取る時もあるんですけど、取らずに置きます。そして周りに赤玉土を詰めて動かないようにします。これで小さい鉢の時よりは根が伸びる領域が大きくなるので、
株自体も大きくなれるということになります。赤玉土を入れたら全体的に底から水が出るぐらいたっぷり水をあげて、ホマロメナは水が大好きなので水が切れると枯れちゃいます。水を切らさなくて温度さえ保っておけば大体維持できると思います。これで完成です。この方法を使うとですね、水苔をこう外したりするときに根を傷めたりするっていうことがありません。今日はこれぐらいにしておきます。バイバイ。